RDX3090 だったー。皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら GForce RTX3090 になります。RTX3090、 これかなり高いグラボなんじゃ。はい、普通に買うとかなり高いグラボなんですが、なんとこちら、マイニング落ちのグラボなんですよね。マイニングってあの仮想通貨を掘り出すやつ？ですです。ということで今回はこちらの、マイニング落ちの RTX3090 の実力を見ていきたいと思います。もしこの動画が少しでも面白かったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。ということでこちらの RTX3090 なんですが、MSI 製の GForce RTX3090 Gaming X Trio 24GB というモデルになります。こちらは2020年9月に発売されたグラボで、3000番台としては上から2番目に強いグラボになります。ヤフオク相場で8から10万円ぐらいで取引されているものになります。で、そんな高価なグラボどうしたのよ？はい、こちらフォロワーさんからかなり格安で譲り受けたんですよね。いくらで？6万円で。あんた今夜もやしだけね。で、このグラボなんですが、マイニング落ちではありますが、起動等は問題なくできるということで、実際にマイニング落ちのグラボの性能がどのくらい出るのかなと気になったところもあるので今回購入してみました。ではこちらの RTX3090 のスペックを確認していきましょう。こちらは今私がメインで使っている RTX3070Ti と比較してみました。 RTX3070Ti に比べてクーダコアを筆頭にほぼ全て約 1.5 倍の性能を持っています。こう見るとやはり90番台がすごいことがわかりますね。発売当時の価格もグラボ高騰化の波もあり、かなり高かったですけどね。それでは外観をチェックしていきましょう。パッと見た感じでは、そこまで汚れやホコリ等もなく綺麗な感じではあります。ただやはりマイニングをしてた証というべきか。映像ではわかりにくいんですが、ヒートシンクにアルミの腐食、白いサビがかなり多く目立っていました。もちろん普通に使っていても白サビができることはあるのですが、さすがにここまでびっしりと白サビがついていると違和感を感じますよね。こちらは後ほど分解等もしてみたいと思います。てかさ、マイニングで使っていたグラボって普通に使用できるの？以前、台湾のグラボメーカー、パリットが告知していたんですが、マイニングに使われる GPU のパフォーマンスは1年で 10% 低下すると発表していました。今回購入したグラボが果たしてどのくらいマイニングとして使われていたのかわかりませんが、マイニング落ちのグラボでも実際にゲームなどするのが問題ないかも見ていきたいと思います。それなりに性能が出るといいわね。続いてこちらは裏面ですが、パッと見では、短期間でサーマルパッドが大幅に劣化するオイルブリード現象は起きてなさそうな感じはします。ただ、こちらのグラボなんですが、なぜかここだけネジがついてなかったんですよね。まあ封印シールもついてなかったし、前の人が分解済みなのかもしれません。まあ今回はフォロワーさんから購入したってこともありますが、普通の中古品とやっぱり訳が違いますね。では実際に動かしてみたいと思います。シュララ。それでは検証前に、こちらのグラボの重さを測ってみたいと思います。見た目からして結構重そうよね。重さは 1585g でした。さすがハイエンドしっかり重いですね。ということで早速検証機に取り付けてみました。今回検証に使ったパーツはこちら。今回はインテルコア i9-12900K で、DDR5 マザーとメモリ。電源は 1000W 電源を使用していきたいと思います。それでは早速電源を入れてみましょう。スイッチオン。ファンと LED が動き出しました。起動するという話で購入してますが、実際に画面に出るまではドキドキしますね。実は動かないやつだったりして？そんなことは多分ないとは思うのですが。はい、ということでまずは無事に起動することができました。不動品じゃなくてよかったわね。こちらがタスクマネージャーと GPU-Z になります。特におかしな点はなさそうですね。それではとりあえずこの状態で FF15 ベンチマークを回してみたいと思います。ファイナルファンタジー15。ということで3種類の解像度でやってみました。左から 4K、WQHD、フル HD の順となっています。最初のシーンですが、温度がだいたい70度前後ぐらいまで上がっていました。次のチョコボ出てくる負荷がかかるところですが、ここでグラボの温度が77度となりました。だいたいこの後は77度で最後まで温度が上がっていた感じです。ということで結果を見てみましょう。まずはスコアから 4K が 8430、WQHD が 13024、フル HD が 16638 という結果となりました。まあもちろんこのスコアでも十分高いんですが、ネットの情報を見ると、全体的に少し低いかなといった印象でした。続いてこちらが平均 FPS と最低 FPS。
それとベンチマーク中の最高温度になります。こちらもこのままの仕様でも全然問題はないレベルで良い成績が出ていますね。ただやっぱりマイニングをしてきたっていうところで引っかかってるのかしら。ですね、性能的にも冷却的にも問題はないんですが、せっかくなので分解もしてみたいと思います。え、シュララ。それでは早速分解をしてみたいと思います。え、本当にやるの？先ほどのヒートシンクの白錆も気になるところなんですが、マイニングで使われていたということを考えると中も相当汚れているんじゃないかなと思って、せっかくの機会なので分解してみたいと思います。これがこの RTX3090 の最後であった。縁起でもないこと言わないで。それではまず裏面のネジを外していきます。すでに一箇所ネジがないので、多分一度分解はされているんじゃないかなと思います。ということでネジがすべて取れました。ネジが取れるとバックプレートが取り外しできます。で、このサーマルパッドなんですが、かなりカピカピだったんですよね。後ほど内側のサーマルパッドも見てみましょう。続いては表側のファンコネクタを外していきます。コネクタ外しを使えば、外すのもそんなに難しくないですね。ファンコネクタが2つあるので両方外しましょう。で、反対側に LED コネクタもついているんですが、開けないと外しにくいので、その LED ケーブルを切らないように慎重に開けます。はい、ということでこんな感じで開きました。こちらの赤と黒のケーブルが LED ケーブルなので、断線しないように気をつけてください。で、開けてみてびっくりしたんですが、グリス塗りすぎじゃない。さすがにグリスがこんなぐちゃぐちゃになるほど塗るのは多すぎかと。ヒートシンクの方にもグリスが飛び散ってました。むしろこれでちゃんと動いてたのがすごいですね。さすがにこのグリス量は多すぎなので、このまま清掃もしていきましょう。まずはグリスをきれいに取っていきます。ウェットティッシュと無水エタノールを使ってゴシゴシしていきます。メインチップの方は周りの細かいチップのところにもグリスがついちゃってました。まあこんだけグリスがついてればね。そしたら次に、このヒートシンクの白サビが気になるので、とりあえずサーマルパッドを外していきます。場所によってはまだしなやかさがありますが、油分、水分がなくなってカピカピになっているところも多々あります。とりあえずメイン基板の方にサーマルパッドを移しました。続いてヒートシンクを外すために、ファンも外していきます。こちらは各ファンにネジが3つ、フレームを押さえるネジが6つあるので全部外していきます。ヒートシンクについているケーブルを取るとファン部分が取れます。これでヒートシンクだけになりました。アップにするとよくわかるんですが、この白く映っているのが全部アルミの腐食、白サビになります。相当良い環境の中で使われていたんでしょう。ということでこちらのヒートシンクなんですが、白サビなんて落とせるの？とりあえず洗っていこうと思います。出た、とりあえず洗えばいいと思ってるやつ。シュラララ。ということで久々にやってきました洗面台。確かに久しぶりね。それではこちらのヒートシンクを、いってらっしゃい。しれっと入ったわね。とりあえずお湯につけて、毛の柔らかい歯ブラシでゴシゴシ洗っていきたいと思います。今回は基板系ではなく、ヒートシンクだけなので割と気が楽ですね。まあ普通パソコンパーツを洗面台に持ってくる人いないけどね。ブラシをかけただけなんですが、これだけゴミが浮遊しております。あ、これはまずい。え、どうしたの？どうやら何かの虫さんが入り込んでいたみたいです。にしても土やらホコリやらがすごいですね。続いては中性洗剤で洗っていきます。ブラシだけであれだけゴミが出たから洗剤をかけたらもっと綺麗になるかもしれませんね。すすいでみたんですが、水が若干茶色なんですよね。どんだけこのヒートシンク汚れてるのよ。さてでは次に、え、お湯？熱湯を入れて50度ぐらいのお湯にしていきます。で、今回はこちらを試してみたいと思います。クエン酸。ネットで調べてみたんですが、どうやらクエン酸が白サビにいいというのを見たので今回試してみたいと思います。え、クエン酸で白サビが取れるの？本当かどうかわからないので今回やってみます。ということで入水。どうやらこの状態で一晩つけておくと良いみたいなので、このままつけておきましょう。ということで一晩つけておいたグラボがこちら。なんか水が黄色くなってるんだけど、クエン酸効果ですかね。とりあえずすすいでみて、洗剤でしっかりとクエン酸を落として、綺麗にすすいでみたんですが、残念ながら白サビが落ちることはありませんでした。まあでしょうね。ではヒートシンクを乾かしている間に、こちらのサーマルパッドを交換してみたいと思います。え、サーマルパッドを変えるの？どうしようかいろいろ考えたんですが、分解してみて、このカピカピのサーマルパッドの状態を見て、
サーマルパッドを交換してみて性能が変わるのか見てみたいと思ったんですよね。今も倍速でサーマルパッドの外している様子を流しているのですが、ボロボロになって取れていくのがわかりますでしょうか。特にメモリ周りのサーマルパッドはまるで砂漠のような状態になっています。砂漠って？とりあえず全てのサーマルパッドを外して無水エタノールを使って掃除をしていきます。カピカピだったサーマルパッドも無水エタノールで少し柔らかくなって取れやすくなってます。ただメモリとかに付着した汚れは取れませんでした。ということでこちらが清掃後の状態となります。めちゃめちゃ綺麗というわけではありませんが、まあ良いでしょう。ということでこちらに取り付けていく新しいサーマルパッドはこちらになります。サーマルライトのシリコンサーマルパッドという商品で、Amazon で1個1500円前後で購入ができます。え、なんでこんないっぱい買ってるの？それなんですが、こちらのグラボ、こちらの4種類の厚みが必要なんですよね。どうやらヒートシンクとコンデンサーの位置関係で、こんなに種類が必要みたいです。で、取り付け前に基板の写真にそれぞれの厚さをメモしておきます。こうしておけば、間違えないで正しい厚さのサーマルパッドが付けられます。これならあんたでも貼り付けられそうね。ということでここからは20倍速でサーマルパッドを取り付けていきます。え、20倍速？いくらメモ用紙があるとはいえ、見ながらそれに合わせて長さや細さを合わせていくのは結構難しいんですよね。まああんたこういう細かい作業苦手だもんね。確かに。ということでメイン側はそろそろ取り付けが終わりそうですね。ちょっと長さが足りなかったところは小さいサーマルパッドで補強しています。ということでこんな感じで貼り付け終わりました。では続いて裏面も20倍速でやっていきます。裏面は 1.5mm と 2.5mm の厚さのものしか使わないんですが、どうやらこのヒートパイプに乗せるものと、バックプレートに乗せるものの、高さが同じになるような仕組みになっていました。ああなるほど、凹凸になっちゃうときちんと熱を伝えられないからね。ですです。特にこの3090は電力バカ食いお化けみたいなので、発熱もかなりしてるみたいですね。ということでこちらでバックプレートも終了です。こちらが取り付けた様子になりますが、いかがでしょうか。あとは実際に戻してみて動かしてみないことにはちゃんと付けられているのかわからないんですけどね。ということでここからは、分解と逆手順で組み立てていきます。ということで組み立て終わりました。きちんとサーマルパッドが当たっているのか心配ではありますが、さっきまでの汚れまみれのグラボと性能や冷却面がどのくらい変わるのか見ていきましょう。それでは再度検証器に取り付けて、スイッチオン。ファンも LED もきちんとついてますね。はい、映像もしっかり出ています。こちらがタスクマネージャーと GPU Z です。先ほどまでと変わりがなくてよかったです。ではこのまま検証に行ってみましょう。ファイナルファンタジー15。では先ほどと同じように、高品質で 4K、WQHD、フル HD でやってみましょう。掃除とサーマルパッドを交換しただけで変わるのかしら？そうですね、果たしてどんな結果が出るのか楽しみではありますね。先ほどと同じようにチョコボポイントに来ました。あれ？グラボの温度が。それでは結果を見てみましょう。まずはスコアから。え、清掃後のスコアが全部上がってるじゃない。はい、清掃した結果、まさか全ての解像度でスコアが上がりました。しかもマイニング落ちじゃない RTX3090 と比較してもおそらく遜色ないくらいの結果かと思います。で、驚くべき結果はこちらの方ですね。スコアが上がった理由として、最高温度が下がって、その分パフォーマンスが出たっていうことみたいですね。そのため、平均 FPS も上がって、スコアも上がったということみたいです。清掃とサーマルパッドとグリス交換でここまで性能差が出るなんてね。私も微増ぐらいはするかなと思ったんですが、これはかなりの爆上がりですよね。同じグラボとは思えないわね。それはちょっと言い過ぎじゃ。では他の検証もやってみましょう。ファイナルファンタジー14。FF14 ベンチマークもやってみました。こちらは清掃前にやらなかったので比較ではありませんが、最高設定で3種の解像度の結果はこちら。まずはスコアから、4K で 17,052、WQHD で 25,398、フル HD で 31,128 という結果でした。これはかなり高い結果ですね。
こちらが平均 FPS と最低 FPS ですが、どの解像度でも最低60以上、WQHD とフル HD に関しては 144Hz 以上の結果となりました。これはさすがにまだまだ使えそうね。では次。サイバーパンク2077。設定は画質ウルトラでレイトレーシングをオンにして計測しました。結果はこちら。さすがサイバーパンク、画質ウルトラでレイトレーシングをオンにすると 4K 画質だと 60fps を切ってしまいますね。まあそれでも50台が出てるのでグラボの性能としてはかなり高いですね。そして WQHD の最低だけやたら高かったのはなんでだろう。では次。マイクロソフトフライトシミュレーター。マイクロソフトフライトシミュレーターもやってみました。今回も成田から羽田までの直行便です。フライトから10分後起点での計測なのですが、飛ぶ地域によって FPS が変動するため、参考程度に見ていただければと思います。結果はこちら。こちらはどの設定でも平均 60fps は超えています。4K 画質の時だけ最低 FPS がちょっと落ち込んでしまいましたが、シミュレーションゲームをするには十分かと思います。では次。フォートナイト。グラフィック設定は最高設定で、DirectX12 で計測しました。最近までパフォーマンスモードでの計測がすごい FPS 上がってましたが、DirectX12 でグラフィック設定が最高だとフォートナイトもなかなか重いんだなと感じるようになりました。ということで結果はこちら。こちらも平均して 60fps を超えていますね。ただ FPS ゲームなので、フレームレートを上げるためには少し設定を練らないといけませんね。ということで検証パートでした。あれ、Apex は？しららら。はい、ということで今回は、マイニング落ちのグラボ RTX3090 のお話でした。清掃とサーマルパッドの交換は絶大だったわね。確かに、今回やったことは無駄ではなかったのがわかりましたね。今市場には多くのマイニング落ちのグラボが出回ってきているので、100% の性能が出なくても安く買いたいって人にはいいかもしれませんが、ただ今回はたまたまうまくいっただけで、他のマイニンググラボが同じようになるとは限らないのでご注意ください。確かにリスクはかなりあるわね。で、あんた的にはどうだった？今回はかなりのラッキージャンクではあったんですが、実はアリエクスプレスでファントヒートシンクとサーマルパッドがセットで、クーポン込みで1万5000円ぐらいで売ってたりするんですよね。え、何これ、自分サーマルパッドつけるよりいいじゃん。なんで買わなかったのよ。安くこれを購入したので、できる限りコストを抑えたかったのと、これだと到着までに時間がかかるという点で今回は諦めました。まあそれは確かに。あと、まだあるの？ FF ベンチマーク中の消費電力なんですが、え、500W。かなりの電力お化けだったのでびっくりしました。あんた明日からおやつ抜きね。え、ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも面白かったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃん、けん、ポン。またねー。